寂しくて切ない一人の夜には言えたい言葉を探して、秘密のドアを抜けてきて、 Here we go, yeah, oh yeah. はい、どうもこんにちは、山尾と申します。ウイコレ実況始めていきましょう。はい、ということで本日はですね、皆様お疲れ様でした。今日まで、フェスがありましたね。チャンピオンシップ結果発表の方来てるので、早速ね行ってみたいと思います。結果はやばい、ロードが長いちょ頑張れ、よしよし、うん、はいはいはい、おー、おー、初めて見る、いや有名なんだろうけど、カラピコさんとムラクロさん、この2位と3位の人がいつもトップのイメージがあったんで、あら、なるほどですね。はい、ということで自分のは、はい、ランクはまあちょっと2400って若干少めなんですけど、あの3ヶ月ぶりぐらいかな、あのね、かなり久しぶりにファイナルに今回行ってたんですよね、運よく。そうで、ファイナルに行けたら何があるのかって言ったら、お、ファイナルのエンブレムもらった、ありがてー。はい、ファイナル行けたということは、来ましたポセイドンガチャで、ポセイドンがね更新されて、あのグレードがね98以上になってから初めて僕引くんですよ。なんでちょっとね楽しみにしてるんですよね。ということで今回はこれで、今来てるドイツポーランドセレクト狙っちゃいとたいと思います。まあ、その前にね、ガチャチケも何個来てるんで、ナショナル確定とかもらってるんで、まあね、せっかくならこのタイミングで引いちゃおうかなっていう風に思います。じゃあ、ナショナル確定とポセイドン引いていきたいと思います。ではまず、ナショナル確定。最近確定ガチャ熱いから、ほっ金だ、最近ね、流れ来てたんで、どうかなと思ったけど、残念だな。さあ、どうだ、ほっ、よいしょ、お、ベロッティですね。イタリーのベロッティが出ました。はい。ということで、もうナショナルもね、そっか、全員更新されたから、もうみんな新しい、あれなんで、旧ナショナルがいなくなってしまった。で、はい、残りはね、ポセイドン引いていきたいと思います。よし、行くぞ。金旗だったらかなり嬉しいところ、金旗だったらかなり嬉しいところですね。ということで行きます。ポセイドン行ってくれ、お願いします。そう、よいしょ、シャ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 、よし、イエス、金旗イエス、よしよしよし、さあ行きましょう。98以上、さすがポセイドン。何が来てくれるのか、その青い玉に魂を込めろ、よいしょ、いい演出きた。何が来る？本当に何が来る？う、3、おお、アルトゥールか、アルトゥールか、アルトゥールか、そうかそうか、いやアルトゥールね、うん、いやいるんだよな。あ、そっか、こいつもいるのか。アルトゥールはいるんですよね、この子がね。金 EP 持ってる、ちょっと優秀めのアルトゥールいるんだけど、でもあれなんですよね、更新されなかったんですよね、アルトゥール。確か代表では、代表ではいなくなっちゃったから、ね、ブラジルはなんかいろいろいない人が多いんだけど、もう一回来るとかなのかな。いやー、なんか来なさそうですけど、どうなんだろうね。はい、ということでアルトゥールでしたね。くそくそー、で若いんだよねこの選手ね、96年生まれ、1個上とか、若いな。はい、ということで、ポセイドンは金旗出るも、セレクトは出ずという結果でした。皆さんね、フェスのガチャ結果どうだったでしょうか。よかったらコメント欄で教えてください。ということで、
本日の動画はここまでです。また次回お会いしましょう。さよなら。